おはようございます。お久しぶりです。岡田さん、ありがとうございます。めっちゃ、こちらこそ、めっちゃ早起きですよね、この時間帯って。そうですね、まあ、まだ時差ボケが解消されてないっていう側面もあっての早起きなんですけど、はいはいはい、かなとちょっと思いました。朝7時なんですけど、そんなにあの苦じゃないっていう。なるほど、さすがです、はい、もうね、年取ると朝早起きるのがどんどん辛くなくなってきますよね。そうなんですね。まだでもそんなにまだそれ感じれてないです。そうですね、子供の方が早いですね、僕の場合は。あ、そうですか。はい。すいません、今日お時間ありがとうございます。あ、ごめんなさい。うん、どうぞ。はい。ただの好奇心です。すいません、どの辺にお住まいなんですか？あの、ハンザプラッツのあたりに、ベルリンの芸術アカデミーって、はいはい、そこのね、なんかアパートなんですよ。めっちゃブランデンブルク門の近くじゃないですか？あの、割と近いかな。はい。あの、勝利記念塔はすぐそばですね。あの、ベルリン天使の歌の。あの、天使。ああ、ベルリン天使の歌。あれは見えます。はい。それはいいとこですね。なるほど。いいとこです。街の様子はどうですか？ロックダウン、また始まってますけど。ね。まあ、僕自身も、だから、そんなに、もちろん、劇場とかね、レストランとかは、まあ、やってないから行ってませんし、だからね、ほら、劇場行って毎日夜その後盛り上がってみたいなのがベルリンの感じって意味で、それは本当に全く体験してないんですけど、うん、あとでも春のロックダウンほどのこう厳しい制限じゃないんですよね。別に外出はしてもいいし、スーパーもなんかすごい入場制限をしてるわけではないし、でまあ公園とか春もそうだったのかもしれませんけど、昨日はあの公園でちょっとブラブラしてましたけど、まあ公園は普通ですよね。うん、うん、なるほど。劇場とかは稼働してるんですか？いや、してないです。うん、もうそこは全く、大学もね、うん、大学も基本オンラインでらしくて、ただ僕がやってるのはこう実演のやつだから、ちょっと特別扱いしてもらってるらしくて、実際の教室スタジオでやれてるんですけど、ただちょっとこれ特別だから、もう本当にみんなずっと、もう絶対ずっとマスクしててよってことはすごく厳しく言われてます。うん、ベルリン自由大学のワークショップですね。はい。なるほど。そんな中ありがとうございます。ですね、まあ、いろんな劇場とかフェスティバルが、まあ、3月以降ですね、もうかなりだいぶ前の話に感じますけれども、まあ、いろんなフェスティバルが上演できずに、まあ、オンライン化していった時に、いろんなフェスティバルや劇場が、まあ、いろんな工夫をしながら、まあ、オンライン化していくっていう動きがあったんですけれども、まあ、今半々とかにもなってる劇場やフェスティバルもありますけれども、まあ、なんか最初にこうオンライン化していった過程をちょっといろんな関係者にインタビューをしていきたいと思って、今進めています。で、まあ、こういうふうにズームでインタビューさせていただいて、その今もレコーディングさせてもらってるんですけれども、まあ、その素材を、京都エクスペリメントの、フェスティバルを通じて発信していけたらなと思っています。それで、まあ、お客さんに、まあ、どういうことが起こったのかということと、まあ、アーティストやディレクターもしくはフェスティバル関係者がどういうことを考えて、どんなことを実行していったのかということを、まあ、ちょっと少しでも明らかにできたら、今後似たようなケースの時に役立ったりしないだろうかと思って、ありがとうございます。それでこの間はあのシアタートレッフェンのディレクターのイボンヌさん、はいはい、にお話を聞いたり、あとはフューズボックスフェスティバルってアメリカ の, あのフェスティバルなんですけれども、そこもいち早くオンライン化した経緯がありましたので、共同ディレクターのお二人にお話を聞いたり、まあ、それから、アーティストでいうとフロレンティーナ・ホルツィンガーというアーティストがいるんですけれども、はいはいはい、
多分あの岡田さんと、はい、エクササイズやってましたよね。あ、そうですね、エクササイズとかやってます できることをやろうとはしているという感じでしたね。まあ、その方も今めっちゃきつそうだったんで、あの見るだけでフォローはませんでしたけどいわーと思って、そうですね、をインタビューしたり、あとはあのちょっとなんていうんですかね、実際にこの状況の中で、フェスオレに関わったりということではないんですけれども、シガリエコさんとか、カメラを使う表現を、されている方はこの状況をどう見ているのかとか、ちょっとそういう角度も入れた方がいいかなと思いまして、話を聞いたりしています。で、岡田さんも、まあ、京都エクスペリメントでもずっと作品を継続的に出品というか発表していただいてますし、まあ、このコロナの影響でかなり映像を使ったオンラインの、まあ技術を使った作品を、まあ、この半年間かなり発表されていると思いますので、ちょっとその辺の話も聞けたらなと思ってお願いしました。はい、はい、ありがとうございます。もうなんていうんですか、来年とかそのぐらいだったらまだみんな知ってるよみたいな話ですけど、100年後とかめちゃくちゃ貴重なものなそうなんです、なんか埋もれずに残ればいいなというふうに思っていますけれども、そうだったんだ100年前ってみたいな、うん、びっくりみたいな、うん、そんなことで悩んでた時期があるのかみたいなことになればいいなとは思うんですけれども、岡田さん今年の多分2月ぐらいって日本はまだというか世界的にもまだそんなになんか流行ってるなっていう流れはあったと思うんですけれども、まだなんていうか現実的に影響が多く出ている時期ではなかったと思うんです。なんか僕らも2月はまだでしたね、まだ海外は、にとって2月っていうと金沢の二十四節気美術館で塚谷さん来てくれましたけど、はい、やってた時期で、であれは何の問題もなく終わったんですよね、はいはい、でも、はい、でその後僕らはニューヨーク公演に行ったんですよ。そうですよね。でニューヨーク公演もできたんですよね。なんかホテルの朝食会場のテレビとか見てると、民主党の候補が誰になるか問題とコロナの問題でが2大ビッグイシューだったんですけど、でも別にニューヨークでコロナ、ニュースではなんかコロナコロナって言ってるけど別に街では誰も気にしてないみたいな感じだけど、日本はちょっともう流行ってたから、だから僕はお土産用に大量の消毒液を大きなボトルや小さい持ち運び用のとか爆買いして帰っても誰も何も別に、僕らが去った直後からニューヨークは大変なことになってしまったみたいな感じです。で、3月僕は札幌で、プロジェクトをやってて、で、それはまあ、それはですね、映像演劇っていう、まあ、展示のプロジェクトだったので、クリエーションはできて、それのこう展示そのものは延期になったものの、まあ、クリエーションはできたからよかったねっつって、で札幌終わって後にし、そっからですね、そっから日本の予定は全部止まりました。すいません、でそこまでニューヨークも金沢も僕らが終わった後でオープンを止めたし、ニューヨークもすり抜けたんで、この調子でどこまで行けるかっつって言ってたけど、プラタナのベルリンはさすがダメだったみたいな、ああダメだったか、俺たちでもダメだったかみたいな。そうですね、そういったタイミングでしたね。タイのリハーサルまで行けちゃったからね、すげえだったこれって思ったんですけど、来ましたなるほど。そこからまあ、ヨーロッパの劇場とかも泊まって、消しゴム山のツアーが多分組まれてたと思うんですけれども、ヨーロッパで、はい、それがなくなってってことですよね。そのなんかそこからなんか岡田さんの活動は1回止まる感じでしたか、それともすぐ
オンラインの話とか、そういうことが出始めてた感じですか？そう、ケスコム山のツアーっていうのが止まったというのはあるんですけど、なんですかね、ある意味それはツアーなんで、もうクリエーションは終わったものなので、なんですかね、僕の中では、マター的には僕ってよりも、もっとこうプロダクション、制作とかの、方に移ってる感じになって、じゃあ僕はというと、これから作るものの方になんとなく行くわけなんですけど、そういう意味では、僕個人ではそのカートでやる予定だったプロダクションがあって、でそれがまずは、リハーサルをオンラインでやりましょうってことから始まったんです。実際に集まらないで、で僕もそのさっき言った3月終わった後は熊本にいて、それで、まあ、その時は、まあ、正直な気持ち的にも、まあ、熊本の方が全然セーフだし、なぜわざわざ今首都圏に行かなきゃいけないのかとか、僕首都圏に行く場合、母親が横浜に住んでてそこの実家に行くってことになるんですけど、まあ、つまり年寄りなので、と一緒にいるってのはなんか嫌だなとかみたいなのもあって、ちょっと気が進んでなかったんですよね。別にその僕の意向がすごく支配的だったかとも思わないですけど、まあ、とにかくオンラインでリハーサルやりましょうってことになったんです。で、それでそこからしばらくして公演自体も中止しましょうと、まあ、延期の方向の中止にしましょうってなって、で僕はあ、止まった。聞こえてますか？あ、再開しました。はい、だから、クリエーションを進めるのは、むしろいいと思って、ほぼネガティブじゃなかったんですよね。うん、で、で、実際、まあ、あれは、なんですか、こう出演者の大半も僕初めての人だったから、コンセプトのシェアとかそういうのに時間がかかるってことはある意味心配だったんですけど、動きのディテールとかそういうところになってくると実際の場所に居合わせてっていう方が断然いいんですけど、そういう初期段階とかだったら別にオンラインで問題がない今僕は思ってるんですけど、そういう意味でクリエーションは問題なく進められ、そして、まあ、本もできたし、で、まあ、こんな風にやりましたっていう見ていただいたかと思うんですけど、発表もできたので、まあ、あれに関してはそれで何ですかね、こうちょっと貯金ができたっていうような。自分の心に余裕ができたような感じになったので、よかったなと思ってる。なるほど。オンラインのリハーサルっていうのは、すごい細かい話なんですけど、ズームとかですか？あ、そうです。ズームで集まって、まあ、最初ワークショップから始めて、いつものやつですか？それで、はい、ちょっとずつコンセプトを伝えていって、で、まあ、テキストを読んでいってっていう方に、まあ、やがて移行して、うん、それで、まあ、この時はどういうことをイメージするのかみたいな話を、まあ、いつも僕のクリエーションはやるんですけど、それをやって、うん、まあ、それも要は話し合いなので、うん、まあ、ズームでできるんですよね。なるほど。実際それを用いたそのもののディテールってなると不十分かと思うんですけど、それは本当に、うん、大詰めの段階ですから、うん、はい、長さとかペースとかは普通と同じぐらいだったんですか？その1回のワークショップとか週何回ここですよね。僕は
僕は2時間が限界です、うん、オンラインは、うん、はい、でも、その今言ってたカートの未練の幽霊とかのストプロダクションに関しては、そう言ってると間に合わなかったので、グループに分けて、つまり出演者は変わるんですけど、2時間2時間間に1時間挟んで、うん、っていう風にやってましたね。ちょうどそうです、うん、まあ、いわゆる期間中は、これ全然プライベートの話ですけど、学校も休みだったから、はいはい、ちょうどね、3時から1時間は家族でお茶の時間にしてて、娘が毎日お菓子作ってくれてたんですよ。へぇっていうのもあって、ちょっと3時、4時は休みにさせてもらって、だから1時、3時、4時、6時みたいな感じで、はい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 、いや、素晴らしいんじゃないですか。いや、あれはあの頃は良かったな。なんかそうですよね、岡田さんにとってはなんかかつてなく家にいた時間ってことですね。そうなんですよ。だから本当にこの時期苦しかった人はいるのはもちろん知ってるので、その上で、まあ、だから申し訳ない気持ちもあるんですけど、僕にとってはそのなんかずっと自転車操業みたいに、うん、クリエイティブティビティの自転車走行みたいな感じでやってたのと、うん、あとずっと家にいなかったっていうのを、どっちの問題もちょっとこうなんかリセットできて、うん、僕はだからぶっちゃけありがたかったですね、うん、彼は僕に、まあ、時期的にもそう、まあ、これもプライベートな話ですけど、子供たちが高校生や中学生っていう、なんていうんですか、だからまあ、家にいる時期としては割ともう終盤じゃないですか。人生のっていう意味ですよね。はいはいはい。だからもうそもそも家にはいないだろうしっていう、ね、上の子とかは、うん。っていう意味でも、そういう時間過ごせて、すごい良かったですね。なるほど。僕もここ数年で一番家にいました、この半年。あ、ですよね。びっくりしました、自分でも。そう、で、結構やれたなと思って。こんなに家にいられるのかなとか心配だったんですけど。あ、そういう意味で。なるほど。カートのね、今お話ししていただいたんですけれども、最終的な発表の形態がなんかすごい新鮮だったんです。劇場で上演しているのを撮るとか、それを配信するっていうことではなく、机の上に紙があって、それに、人物像が投射されるっていう方式がすごいなんか、配信っていうことをちゃんとなんか考えられた上での上演って、まあ、あえて言いますけれども、かなと思ったんですけれども、ちょっとあれに至る過程とかってちょっとお話いただけたりしますか。はい、方向に、基本アイデアは、まあ、すぐ思いついたんですよ。っていうのは、まあ、もちろん物理的に我々は集まれないわけなんですけど、それでもどうしても、なんていうのかな、集まることが必要というよりも、舞台の上で上演が行われてるっていう、その舞台っていう、なんですかね、一つの共通の板が必要っていうことは、なんか最初から思ってたんですね。まあ、それを集めるには単純に言えば、みんなが映ってる映像を、その映ってる場所はそれぞれの部屋だけど、一つのところに集めると。で、まあ、それは映像演劇って取り組みをしてたのが、まあ、なんていうんですか、偶然、当番提示になったっていうか、だからまあ映像演劇では似たようなことをやってることを、まあ、ああいうふうにやってみようと。でそれを提案したところ、映像デザイナーの山田君に、まあ、もともとその未練の幽霊と怪物というプロダクションには
映像を用いるつもりがなかったので彼はいないんですけど、そういうあの今回のああいう用のスタッフとして入ってもらって、でそういうアイデアを、まあ、書いたら、あの実際の大きさの、あ、最初はだから舞台であのやりたいと思ってたんです。ああ、なるほど、実寸大というか、はいはいはい、なんか実寸大でなくてもよくないですかっていうことになって、言われてみれば本当にそうだなってことで、あ、じゃあテーブルでいいんじゃんってことになって、あのでああいう感じに、なりました。なるほど。あのなんですかね、あのだからまあ繰り返しなんですけど、特にあの能のあれ能インスパイア系の演目なんですけど、能ってその場所ってのがすごく重要で、まあ、本当はいろんな演劇そうなんじゃないかと思うんですけど、まあ、能はそうで、つまりここはどこで、まあ、私はここにやってきましたっつって、でそのここってのが、まあ、例えばそうですね、本当のだったらあの神戸の須磨海岸だったり、まあ、なんとかだったりっていうことがあるわけなんですよね。でそれをなんか舞台の上で言うってことが大事で、舞台っていうある、あの、うん、何でもない板の上でそれを言って、あそこは今そういう場所なんだ、例えば国立競技場のある東京の千駄ヶ谷なんだっていうふうにするのが、あの、絶対的に必要なので、あの、例えば今僕らがやって、あの、こう見てるようなこういうズームの分割された画面でセリフ読んでも、何の意味もないって思ったので、なるほど、その話すためのプラットフォームとしての机ってことですね。そうなんですよ、だから、うん、でそれは僕は結構重要、演劇にとって重要なことだ、なんかみんな当たり前すぎて今までなんか考える必要なかったから、うん、考えてなかったですけど、うん、あのなるほど、そういうなんかね、こういうなんかあのとんでもないことが起こると、今まで考える必要のないことを考えるみたいなことってたくさんあると思うんですよね。でそれがなんかすごく新しい何かをこの先生み出す可能性はあるって春はすごい思ってたし、うん、ある意味ちょっとこう語弊があるかもしれないけど、その可能性にこうワクワクしてたっていうか、それはすぐ見えるわけじゃないけど、あの別にだからこれから数年かけて現れるようなことかもしれませんけど、うん、そういうことは起こるはずだって思いはでも未だに持ってて何かが起こるんじゃないかな、それを、はい、楽しみにしたいし、自分もそういう何ですか、実験つうかトライアンドエラーをして、うん、何かを模索する人々のこうワンオブゼムでいたいなっていう気持ちは、うん、まあ深崎さん、ジレットさん、ありますか？うん、ちょっとあのハートの作品のお話もちょっとだけ聞きたいんですけれど、あの先ほどその体の細かい動きとかってなかなかそのオンラインのやり取りだと仕上げるの難しいっていうふうにおっしゃってましたが、実際あのね、上演までたどり着く過程の中で、そこはどのように解消されたんでしょうか？あの動きそのものを生み出すこと自体は、まあ、なんですかね、別にあの大変な問題を解決した結果として生み出せたわけじゃなくて、別にこのズーム上のやり取りで、こういうことをイメージするから、でそこからこういうふうに動く、例えばこういうふうに動いたら、僕が提案して、ああそれは面白いな、でも自分的にはだったらこういう動きの方がなんかしっくりくるな、あじゃあそれでいいと思いますよみたいなやり取りは別にできるんですよ。でもあのそれの精度っていうのがどれだけのものかっていうのはまだ分かんなくて、まあそれはまだあの途中経過発表会だから、まずそんなの全然いいしっていうのもあるし、あとこういうあのオンライン環境で見てると、あの分かりませんっていうのが
あの実際に見るときっといろいろ気になったりとか、うんまあ、あとはあの演目の場合は音楽の演奏とのあの動機があるんですけど、そういうその動機のことを言い始めるとこのオンラインむちゃくちゃ大変で、あの第一本当にあの何ですか、動機って何なのかっていうのがこう人の環境によってよくあの分かんなくなっちゃったりしてて、あのみんなが同じこう動機状況をあの共有してないから、うん、みたいな話もそうですよね。うん、そうです、うん。でもまあ、しょうがないよねってことで、うん、なんだっけな、なんかいろいろ、アドインがあるんですよね。ヤマハが出してるなんとかみたいなのが、うん、あって、はい、それを入れてとかなんとかとかやってたんですけど、うんうん、確かに受け取る側がどういうふうにこう、ね、見るのかっていうことも、わからない部分もありますもんね。だからそれは舞台をね、見るように見るのかっていうと多分そうじゃないし、そうなんですよね。だからそこがもう一つの問題ですよね。オンラインのさっきはその舞台っていう場所が あるってことが演劇にとって何かっていうのは話しましたけど、あとはその舞台で行われてることと観客が同じ場所にいるってことっていうのがどのぐらい大事なのか、なんていうんですかね、ある意味それは大事かもしれないけど、それは絶対大事っていうふうにこうあまりにもこうかなんていうのかな、過剰評価、あの絶対大事っていうふうにあまりにも思いすぎてたかもしれなくて、あのそれをもうちょっとこう仕分けられるような気がし始めてもいると思うんですよ。こう確かにこういう意味では大事だけど、こういう部分では別にオンラインでも大丈夫だし、なんならオンラインの方が可能性があるんじゃない的なところも あるはずで、もうなんか頭ごなしにもうなんせ場が大事っていうのとは違う何かだから、その場とは何かって考えをそういう風にすることでアップデートをするべきと僕ってやるってことがはもうこれはかけがえがないことだってことも出てくるはずだと思ってるんですけど、うんうん、なるほど。すごい面白いです。ありがとうございます。なんか何が大事か、どこまでなんかそのなんだろうね、その舞台の境界線とかなんかルールみたいなのをまた考え直すなんかきっかけになった、あの岡田さんの中でなんかきっかけになった気がするんですけど、なんかその今後例えば劇場がまた全部開いてまた普通に公演ができるときに、あのこういう今回のあの Zoom の、 あの演劇とかそういうあの創作をまた、今後取り組むあの可能性はありますか？あります。あのなんかつまんない答えですけど、そういう機会、うん、あまあ、機会ってのは予算ってことも含めて言ってますけどがもらえるんだったら僕は全然やりたいし、うん、まあ、それはだから全然別物としてあんまりなんていうんですかね、うん、本来だったら劇場で生で観客と場をシェアしてやるべきものをそれができないから、うん、あのしょうがないから代替物としてみたいな風に捉えなくてもいい、何かのいい形式、そういうポテンシャルだとは全然思うので、うん、そういう意味で独自のなんか進化を遂げるべき何かだとは思ってるんで、で、その上でさっき言ったその、本当に場所でやるってことが何か、それならでは、それのならではって何なのかってことをみんながガチで考えることによって、その従来的な舞台でやるものっていうのも強くなってくる、うん、せっかくだからこれを機にそこを強くしていこうよと僕は思って Mm-hmm.
なんかそういう意味で今あの金井さんとかと取り組んでらっしゃる消しゴム畑とかはすごいなんていうかいい実験をされているのかなというふうに見ていたんですけれども。あ、そうですね、あのミレーの幽霊と怪物 の、 あの配信は何て言うんですかね、あのすごくいいものができたと思ってるんですけど、うん、なんかある意味ではあのその映像演劇やってたアドバンテージっていうのも含めてですけど、なんか僕の中ではあれはもうなんか分かってたんですよ。ああいうふうにやることが答えが分かってたんですか、うんうんうん、だからなんかあのいいって言われるんですよね、うん、でまあ、完成度が高いというか、そうでそれに引っかけ消しゴム畑はもっと分かんないので、うん、もっとなんかあのなんか見てる人もよく分かんない感じになってて、うん、そう、それはすごく面白いです、うん、なんかそうですよね、なんかすごい、なんていうんですかね、フレッシュな感じがすごい、フレッシュっていうんですかね、あのチェルフィッチュが初めてこう世に出始めた時のなんかフレッシュさみたいなものをちょっと似たような感じのものを感じました。本当に分かってないんで、僕らも、うん、うん、そうっすよね。なんか映像の見ながらね、金氏さんとか、まあ、岡田さんとかもあの指示を出したりしている、その過程が見えるっていうのもなんか新しい感じもしました。新しいというか新鮮な感じがしました。試している感じが、ね、うん、もう何でもありじゃないですか、だって、うん、うん、そう、僕あれ前これ別のインタビューで言ったんですけど、あのライト兄弟みたいな時代 の、 あのみんな飛行機飛ばそうとして浮くけどあの飛ばないですぐ落ちるみたいな、うん、あの失敗映像集みたいなのなんですかね、あの見るとなんかな泣いてしまうぐらいあれ感動するんですけど、うん、あのそう、でもそういう状況に自分が今いるっていうふうに思ったんですよね、うん、つまりもうだって失敗するんだったら誰も飛ばせたことないんだからっていう、うん、そうですね。それはトレッフェンのイボンヌさんもあの似たようなことをおっしゃってました。例えば来年に向けて、うん、完全に元通りになるとは考えにくいとなると、今のこのオンラインとかを混ぜた状況、もしくはその中でどういうアップデートが必要なのかっていうのをどんどんやっぱり考えていかないといけないということは言ってましたね。ちょっと今近い感じがしました。そうですよね。だからケックスもそうだと思うんですけど、そういうフェスティバルとか、うん、そういうサイドの考えることは、また考える必要のあることは僕みたいな立場とはまた違うので、あので、それぞれがそうやってこうチャレンジしてて、なんか変な組み合わさり方していい意味でみたいなことが生まれ、きっと生まれるんじゃないかと、うん、まあ、僕らも、ね、京都エクスペリメントなので、できるだけこう実験的なね、新しいことにトライしていきたいなと思うんですけれども、岡田さん、なんか他のアーティストをの配信とか見てなんか驚いたりしたようなものってありましたか？あ、なんか多分答えとしては普通なんですけど、あの梅田哲也さんが関わった国運のやつ、うん、あれシアターって、まあ、英語とかの単語って、演劇ってのと劇場ってのとどっちの意味もあるじゃないですか。で、なんか僕がそのカートノでやったのは演劇の方だったけれども、あの梅田さんがやったのはその劇場の方のシアターで、でそので僕は演劇って形式への思い入れっていうか、それについて考えることへのオブセッションみたいのがすごくあって、でもわかんないけど、梅田さんにはその劇場
ていう建物とか制度とか気候とかに対する好奇心が多分好奇心とか思い入れっていうか愛執着というか、うん、がなんかないとああいうものは作れないはずで、うん、でそれを感じて、なんていうんですかね、ちょっとこの劇場に帰りたいという郷愁をすごく歓喜させられたんですよね、うん、何もなかったら自分発信でそういうの思いが出てくることはないんですけど、なんかそうだな、例えばよ僕いわゆる和食みたいなものにずっと海外とかに行って触れなくても平気なんですけど、なんか何かの弾みでちょっと醤油食べちゃうとなんかああ帰りたいみたいな思うことがなくはないんですけどはいはいはい、そういうような刺激だったですね、あれはうーん確かに劇場すごい思っちゃいました。うん、なんかそうですね、客席とかすごい綺麗に映ってましたよね、なんか、うん、そうですね。でそう、劇場っていうのが僕にとってはどっちかというと舞台と観客の関係みたいなことにこう修練しちゃうんだけども、うん、そうじゃない、もっと裏の気候のことも含めてのなんか劇場って、まあ多分梅田さんはそう思ってるんだなっていう、うん、それを、ね、それが好きなんだなと思って、うんうん、なんかそれになんかなんつうかな、すごくグッときましたね、うんうん、グッときたし、なんか表現として良かった、うん、配信をしてたカメラの人が渡辺くんっていう人で、結構長いこと梅田作品を撮影している人なんですよね。でも今は映画の現場とかの撮影カメラで入ってるような仕事もしてる人なので、まあいろんな、なんていうんですかね、カメラの仕組みとか梅田くんのやりたいことっていうのをかなり高密度、高解像度で理解した上で多分作戦を組んだんだろうなというふうに思いました。なんか見ながらちょっとなんか、うん、イニャリトゥ作品的なカメラワークみたいなのもちょっと感じたりしつつ、あーまあまあもちろんバードマンですよね。そうですね長まうん、うん、確かにそうですね。今は何かありますか、新しく取り組む映像っていうんですかね、この配信を使う、ね、はい、ベルリンに来る前にちょっとやってたのがあって、それはね多分12月ぐらいには発表されるんですけど、ね、沖縄に住んでるラッパーの人がいて、はい、はい、その人に振り付けるっていうのをやったんですね。でそれはオンライン でその、リハーサルの大半はオンラインでやったんですけどただそれをスタジオで、なんていうんですかね、収録、映像 PV って言っていいのかな、映像作品として収録しました。でそれは沖縄のスタジオでやったんで、その時だけちょっとだけ沖縄に行ったんですけど、うん、でそれは結構面白いものができたと思ってるのでそれはもうなんていうか映像作品として発表されるってことですか。そうです、はい、チャンスがあればライブとしてもやりたいねっていう話はして、トゲンビでも一度ラッパーの振り付け、同じ方ですか。あ、そうなんですね。じゃあ企画として継続されてたんですね。そうですね。なんかその、その彼が、おたぎりさんで言うんですけど、あの時やってたことをもうちょっとこう発展させたいっていうふうに。それでやったんです。なるほど。それは楽しみですね。結構、
結構あの見たことないものになってる気がする。楽しみに待ちます。川崎さんとかジュリツさん、ないですか、この流れで。大丈夫ですか。じゃあ今日はすいません、なんか渡航直後の、あ、いえいえ、お忙しい時に、はいはい、オンラインですけど久しぶりにお目にかかれてよかったです。こちらこそです、はい、また何か一緒にご一緒に仕事できることを楽しみにしてます。はい、ぜひやりましょう。何か岡田さんが驚くような企画を投げたいと思います。はいその時はよろしくお願いします。はい、はい、じゃあどうもすいません、ありがとうございました。良い一日を。では、はい、失礼します。ありがとうございます。どうもどうも、失礼します。